どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。久しぶりの動画になってしまいですね、申し訳ございません。はい、では今回はですね、私が4面攻めをですね実際に、試してみたというリプレイでございます。早速見ていきましょう。はい、まずですね、村は敵の村を攻めたんですけれども、まあ、私が攻めた時はですね、ちょっとこの動画を撮れる環境でなかったので、実況しながらプレイすることはできなかったんですけれども、まあ、リプレイを見ながらですね、実況していけたらなと思います。まずベース的にはこのような、中心部はですね、普通にもう中心部、まず中心部は、マックスですね。そしてウィズと迫撃砲もマックス、サイドのですね、大砲はあと1段階上がる、アーチャークイーン、アーチャータワーも1段階上がるということで、大砲がレベル13の大砲が1つですね。まあまあ、アーチャータワーも1つ、まあ、2段階あと上がりますねという感じで、まあ中盤から終盤にかけて、まだ中盤寄りの終盤みたいな感じの村ですね。はい、まずリプレイを見ていきましょう。まずですね、4面攻め、まず4面攻めというのはこのような感じで、まあ援軍処理をしていくんですけれども、その援軍処理じゃないですね、援軍釣り出しをゴーレムですると、4面攻めの詳しい、本当に詳しい詳細についてはですね、詳しい詳細、詳しいその解説についてはですね、動画概要欄のリンクからですね、ぜひともご覧ください。タウンホール10のことは必見中の必見でございます。はい、まずこのようにして、援軍を釣り出しましたね。ゴーレム1体と、ウィザード3体でまず援軍を釣り出していきました。この時点でもう 8% 削っているということが、まあ、重要ですね。さあ、ここで、穴を開けつつですね、援軍をまず釣り出していきます。はい、こんな感じで、まあ、普通に釣り出していきます。はい、こんな感じですね。さあ、そしてまあこんな感じでやりまして、ネクマを使っていきました。ここで処理する前、もう処理が完了する前にゴーレムとかを出してしまいます。そしてですね、まあネクロを使った援軍処理の仕方なんですけれども、こちらにネクロがいて、で相手のネクロもいると。そしてですね、ここの中心部というか、あれ消えた、このようにこちら側にネクロがいて、で相手のネクロがいて、でここでですね、もうスケルトン対決になってしまうんですよね。そこで今のようにですね、今のようにこのようにですね、戦っている最中にもうこのですね、ウィザードさん、今もう手挙げてますけれども、このウィザードさんがこちらのネクロをですね、一発で倒してくれてるんですよね。そういうことによって、そうやることによって、やっぱ援軍の相手のネクロをですね、円滑に処理することができて、無駄にユニットを消費せずに戦うことができるかなと思います。そしてサイドをですね、カットしつつ、まあ、中心部にヒーロー、そして、まあ、援軍のウィザードとか、ペッカとかを出していきます。さあ、ここでもジャンプの呪文をかけて、一気に突破していくという感じでございます。まあ、ここで、まあ、フリーズの呪文を打ってですね、シングル IT と、アーチャークイーンを処理したという感じですね。さあ、ここでもやはりフリーズを打ってですね、ウィザードとかが死んでしまうと大打撃なので、さあ、この時点で 41%。そしてですね、まあ、あと 5% という感じなんですけれども、このような感じで、やはり4面攻め、まあ、その概要欄に飛んでいただければですね、詳しく解説しているんですけれども、やはりもう、中心部まで行くことは、やはり通常の5ウィービーとか5ワイプとかですといけるんですけれども、その中心部へ行ってからのパーセント稼ぎっていうのが非常に難しいんですよね。真ん中っていうのは非常に集中砲火を受けますので、やはり最初にゴーレムで援軍釣り、援軍を釣り、なおかつパーセントも稼ぐというのが4面攻めの、まあ、難しいところではないですね。まあ、簡単で、簡単にパーセントを稼ぐことができるということですね。ということで、ちょっと一回ですね、もう一度流れ的なものを見てみましょう。はい、4面攻め非常に強いです。まず穴を開けていきまして、2倍速で見ていきますか。さあ、ここでウィザード3体ですね。さあ、そして援軍釣りをしていきます。いやー、やっぱりですね、このまあこういう、なんつうんでしょうね、もう5ウィービーにもう4面攻めは強いですね。
さあ、そしてやっぱり先ほども申し上げました通り、そのネクロマンサーを孤立させてウィザードで処理するということが重要ですね。ここでも開けていって、レイジジャンプ、ここでフリーズ、レイジフリーズでもう中央突破して、もうあと中央突破したあたりにはもう普通に 50% は越しているので、はい、非常に強いかなと思いました。ということでですね、ぜひとも皆さん4面攻め、してみてください。ターンホール10の方はですね、本当に安定して星2が取れるかなと思います。ぜひとも皆さん練習して、この、4面攻め試してみてください。ご視聴ありがとうございました。